正三角形で大きな大きなクリスマスツリーを作りましょう。まず色上質紙で正三角形を作ります。横長に置いた紙を半分に折ります。角とこの折り目の部分を目安に斜めに折ると60度ができます。開いてこの折り目に合わせて折ります。もう一度開いてこの最後の角を折り目に合わせて折ります。そうするとここに正三角形ができています。糊をつけて折り目の部分で折っていくと台紙の正三角形の出来上がりです。 A4 で作ると縦が約21センチの正三角形ができます。これはお花紙のポインセチアと組み合わせるとちょうどいい大きさです。後で色紙に貼る場合はこれでは大きすぎるので B5 で作ってください。縦が約18センチメートルになります。たくさん作るときは色画用紙を使うといいでしょう。正三角形を一つ作ってそれを当てて色画用紙に線を引きカッターナイフなどで切ります。これで正三角形が4つできます。残った部分も使って5枚目と6枚目はこの2枚を貼り合わせて、7枚目はこの2枚を貼り合わせて作りましょう。5枚目と6枚目は縦に貼り合わせます。7枚目は横に貼り合わせます。台紙ができたらその上に貼るお花紙を三角に切ります。ポインセチアの葉っぱを作るときに出る切りくずも使いましょう。緑色のお花紙を1回、2回、3回折って端から三角に、まっすぐに、三角に、まっすぐにと切っていきます。これを先ほどの切りくずと一緒に合わせてバラバラに開いておきます。大勢で手分けして作る場合にはナイロン袋に入れて台紙とセットにしておくといいでしょう。台紙に糊でお花紙を貼っていきましょう。まず水糊を台紙にたっぷりつけます。そこにお花紙をパラパラと振りかけるようにのせたら残ったお花紙を空いているところに貼っていきます。最後の方は糊が乾いてきていますので水糊の先でお花紙をひっつけるようにして貼っていきましょう。これを組み合わせて壁面に貼り大きな大きなツリーを作っていきます。三角形の数を増やすともっともっと大きなツリーもできます。間が正三角形に空いているので雪の結晶やポインセチアと組み合わせて華やかに飾ることもできます。壁面に合わせて飾り方をいろいろ工夫してみてください。